朝なんか食前お腹空いてる時に漢方飲んでるんですけど、漢方を飲みます。めっちゃまずいんですよ。でも最近飲まなきゃいけなくて下がりました。すごい。運動会ですかね。そんな時期か。ああ、美味しくない。飲みました。Meet Haru. She's a member of an idol group called Idobo. Today, we're gonna see what her typical day looks like. いつも結構夜とかにファンの皆さんがツイッターでコメントくれたり、あとお仕事の LINE とか来てる時多いので、それをまず朝一で確認してます。今日はこの後コスプレで撮影しようと思ってるので、コスプレの準備をします。めっちゃ大変、大変って言ったら楽しいんですけど、一仕事って感じです。ここから。まずこれですね。ウィッグネット。ああ、恥ずかしい。髪の毛結構長いので、やばい、朝だから本当に頭回ってないです。本当に恥ずかしい。完成だけ見せたい。She likes cosplay, and she sometimes uploads her cosplay videos and photos on her social media. この状態のままメイクするんですよ。この状態の私がずっといるのめっちゃお見苦しくないですか？大丈夫ですか？本当に。カラコンです。カラコン本当に苦手なんですけど。それはカラコン命だと思うので、ウィッグとか衣装は買って終わりなんですけど、コンタクトは消耗品なので、はい、今片方だけやったんですけど、こんな感じです。どうなんですかね、私自分でいつも見慣れてるので普通だと思うんですけど、でも違いますよね。完成しました。ウマ娘のスペシャルウィークちゃんです。コスプレが大好きなアイドル、アイロボの星野春です。もともとアイドルやりたいとは思ってなかったんですけど、スカウトしていただいたのをきっかけにアイドルになったっていう感じで、6歳とか5歳とかの時に2人はプリキュアっていう、私たちの周りのキッズたちは超釘付けだったんですよ、プリキュアに。この子と同じ服を着て、同じポーズを撮りたいって思ったんですよ。コスチューム、結構高いと思うんですけど、買ってもらって、キュアホワイトとかって言った時に、え？最高じゃんねってなって、もう自分のコスプレの引き金、引き金でした。その時が多分もう明確に覚えてます。Being an idol,
she regularly performs on stage and meets her fans. And she's also active on social media. TikTok, Twitter, Instagram とか載せてます。Today, she's making TikTok videos in her costume. 自分のことを見て元気になってくださる方を元気づけるでいけるように何年も先もずっとそういう風にできたらいいなって思います。毎週生配信してるんですけど、そういう時とか撮影とかですると週1でやったり2週間に2回月に4回とか5回はやってると思います多分。It looks fun. 楽しいです。でも次のキャラクターどんどんやりたくなっちゃって、部屋の置き場所、ウィッグの置き場所とか衣装の置き場所が本当にないです。家に。She continues making more videos. Being active on social media takes a lot of time. ファミコンの皆さん、こんにちは。星野春です。今日はとある撮影で。スペシャルウィークちゃんのコスプレをしてます。そしてじゃん、横田そらさんのポスト、めっちゃ可愛い。今日はこの後夜まで撮影なので頑張ります。すいません、めっちゃ撮影してて今11時半なんですけど、朝ごはん食べてなくてバチバチにお腹空いたのでご飯作っていいですか。お腹空いた。私いつも最近食べてる朝ごはんがあって、これとご飯、これを一緒に混ぜて食べるだけなんですよ。 Mixing rice with eggs. 美味しそう。 And putting kimchi. 乗せて完成です。できた。納豆、卵、キムチです。イエーイ。いただきます。うん。配信と配信の間とか、コスプレしてご飯食べないと配信間に合わないとかめっちゃあるんですよ。なので結構日常茶飯事？普段です。めっちゃ普段の様子からこんな感じです、いつも。Is this for her own YouTube channel? YouTube を自分で動画投稿してるのがあって、それの編集がちょっと滞っちゃってるので進めます。頑張って。はい。12時40分から授業なんですけど、もう授業が始まってて超ギリギリで、今オンライン授業の Zoom に入室しました。これから大学の授業です。今からやるのは VFX っていう、スターウォーズとかって実写と CG が一緒になってバーってかっこいい映像だと思うんですけど、そういう 3DCG とか実写を組み合わせたり編集したりっていうのの勉強です。これから。伝わりましたか？そういう感じです。 The camera is offSo nobody sees her costume, which is kind of too bad. すいません、今授業一旦終わって空きコマ、授業と授業の間でちょっと時間ができたので、ファンの方にお手紙を書く時間にします。 She's handwriting letters to her fans. 人間的なつながりが大きいかなって、それがめっちゃいいとこだなって思います。アイドルの。We asked her what anime and manga she likes. 漫画、私漫画めっちゃ持ってて、ここにあるやつ以外にも本当にめっちゃ持ってるんですけど、高校生とか中学生とかの時にめっちゃ読んでた漫画たちです。でこっちは電波教師っていう、この出演してる女の子めっちゃ可愛いんですよ。この子が私の推しです。あとはもうおなじみのジョジョの奇妙な冒険
最初アニメからジョジョ入ったんですけど、なんか漫画だとやっぱ漫画のその表現とかこの文字とかちゃんと読めるのがすごい好きです。私文字読むの苦手なんですけど、ジョジョはもう何回でも読んでしまいます。めっちゃ面白い。夕方にしてもう暗くなってるんですけど、やっとお出かけします。行ってきます。ここはかの有名な秋葉原です。やったー。基本コスプレした日はずっとコスプレで日常してます。なんかその自分の YouTube でもコスプレでラーメンとか食べに行ったり、コスプレでなんか出かけたりするので結構普通ですね。かわいい。あ、来た。She's part of a promotion team of a maid cafe. あ、着替えました。着替えまして、あの私服になってボイストレーニング行こうと思います。はあ、頑張ろう。着きました。よかった。待って、あ、スマホ、あ、持ってる。よかった。わあ、あ。こんにちは。She's taking a singing lesson every week. なんか心がリフレッシュして、なんかメンタルが回復しました。すごい楽しかったです。お歌うの楽しいです。やっぱり帰ってきた。夕飯食べるので、ウーバーイーツ頼んで手洗って待ちます。楽しい。お腹すいた。あ、届いた。よいしょ。ウーバーイーツしました。いつもウーバーイーツするんですよ、夜ご飯。なんかちょっと一日暇だったりするときはロールキャベツとか作るんですけど、今日は大好きなココイチのカレーです。本当に好き。なんかいつも一人で部屋で YouTube とか流しながら食べてます。黙々と。寂しいです。でも今日は皆さんが見てくれてるって思って楽しく食べます。いただきます。うん、うん、ごちそうさまでした。やばい、さっき9時に終わったんですけど、ボイスレッスンもう10時前なので、速攻でメイクを落としてお風呂に入ります。お風呂入ってきました。あー、さっぱりした。最高です。お風呂はやっぱり、いつもお風呂マジで時間かかるんですよ。私1時間ぐらいいつもシャンプーとトリートメントしてて丁寧に洗ってます。うわ、目に入った。痛い。珍しく終わるのがちょっと遅い日だったので、うわ、早く寝ようとテンパっております。寝る前に読むと一日のなんていうんですか、疲れがやっぱ飛びます。面白くしてくれるんですよ、無条件で。だから大好きです。今日はジョジョを読んでます。ジョジョ5部。漫画も好きなんですけど、アニメがめっちゃ好きで、いやこれ本当に面白いですね。なんかその一人で本当に授業だけしてる日は人と一回も会わないとかあるので、こういう
アイドルとかコスプレとかしてる一日はめっちゃ楽しかったです。では今日も一日お疲れ様でしたということで、あ、たくさん寝ます。おやすみなさい。If you come to Japan, you can actually meet and interact with her and other idols. And you can even talk to them if you speak Japanese. But if you don't, I will teach you the kind of Japanese the real-life Japanese people today actually speak, which can be different from the kind of Japanese that textbooks and apps teach you because they can be unnatural and outdated. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. All right, see you guys soon. Ciao, ciao.